はい、チャラリンコ。はい、今日はね、八景島対岸に釣りに来ました。で、今日はなんと伝説の釣り YouTuber ですよ。なんと皆さんも知ってると思うんですけど、なんとみかん高弘さんと今日はコラボ企画で一緒に小物釣りをやろうという企画です。はい、ということでみかん高弘さんです。今日はよろしくお願いします。あ、もう変わってます。今日はベラを100匹、ベラ100匹で、はい、100匹するまで帰れますね。はい、今日は頑張ってもう小物をいろんな小物いっぱい釣って美味しく料理したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ってことでね、今回はね、八景島対岸、塩は小塩、狙いは小物釣りです。みかん高弘さんとコラボです。みかんさんの動画はいろいろね、釣りの楽しさを伝える動画がいっぱいあります。釣り場所とかも細かく紹介していて、釣り人が釣り人に伝えたいことなどいろいろ細かく動画になっているので、ぜひ皆さんも見てください。今日はこの辺で、やってきます。はい、ってことで、仕掛けは今回2号の磯竿に、これみかんさんのねおすすめアイテムです。探り胴突き、これを使います。で、重り何号ぐらいがいいですかね。あ、そんな軽くていいんですか。はい、合わせるときのタイミングが結構ない。あ、なるほど。で、餌は青いサメつけて、とりあえず足元やってみます。フライドまで1匹目ですね。みかんさんが1匹釣りました。9000ぐらいですね。ここからですね。これがやっぱ多いですね。どうだ、ちょっと今日はこれいっぱい釣ります。あとでもしかしたら泳がせとかぶっ込みとかやるかもしれないですね。砂利目は一つで一本。はい、ちょっと餌が大きいということで、餌を半分1センチぐらいにすると、小物はいいってことですね。ちゃうと大きなベラだったら、あ、さすがみかんさんに言われた通りやったら来た。あ、ベラだベラだ、やっと1匹釣りました。よかったよかった。はい、1匹釣りました。はい、こっち見てください。はい、やっと1匹釣りました。おめでとうございます。みかんさんが2匹釣ってやっと1匹釣った。青ベラ効きますね、やっぱ。これでもアンシャちっちゃいんで、そうですね、ちょっと結構でも引きました。ちょっと今までにないいい引き、青ベラっす。今度はヒガンフグ釣れました。さっきみかんさんがコモンフグを釣って、僕がヒガンフグです。いろんなフグがいますね。すごい小さい天秤ですよね。天秤、これ俺の中では結構でかいかな。みかんさんの秘密兵器です。みかんさんの秘密兵器、名付けてマイクロ天秤。クライアス天秤、ね、適当にクライアス天秤。だいたい2号から4号の夏おもりを使うのが自分の仕事ですね。とキスの連張りですね。あ、なんか渋ったハゼとかにも良さそうですね。あ、もう完全に食います。赤いのがやっぱポイントですね。赤針で、ただ当たりが来た時に早合わせしないと飲まれやすいです。なるほど、まあ、ありがとうございます。専用ですね。秘密兵器です。見ててやりますよ。さあ、みかんさん、晴れ男だな。あれ結構晴れ男なんですよ。はい、晴れますか。いいサイズ。みかんさんが青ベラ釣りました。あ、でっかいですね。これぐらいは釣りたいですね。20オーバー。いや、20ないね。20ないですか。20ないです。18。あ、ちゃちゃちゃ。この、やっぱさすが秘密兵器。パフパ入ります。秘密兵器さすがっす。ちょっとこう、フグが多いんで、カワハギの針使ってみます。いいんですけど、みかんさんがこれくれました。みかんさんのオリジナル仕掛けです。みかんさん、ありがとうございます。
本当に渋いね。渋いね。すごいね。なんで？カワハギ仕掛けにこんなの来るんですか？カワハギ仕掛けに高いの。向こうの、投げ場の竿にかかってる。待てる？あ、大丈夫。大変だこれ。結構川崎だから道行くは太いですね。はいはいはい。うわあ。すげえすげえすげえ。めっちゃ引いてる引いてる。竿が折れるかもしれない。2本の糸竿じゃ折れるんだ。宝くじはパワーですね。すげえな。あ、切れた。あ、でも逆に良かった。逆に良かった。いいシーンが撮れましたよ。ちっちゃいっす。大丈夫ですか。うわ、すごい。すごい反応されました。黒いですね。カワハギいますね。スレですね。これはいけます。すげえ、ワッペンサイズ。これは美味しいっすよ。じゃあこれも料理で。いいんすか。料理でお願いします。その場で食べたいっすよ。今日持ってきてないんです。気持ちいいよ。いや、美味しそう。釣れるのはちょっと冒頭ですけど。もうちょい投げで。みかんさんが、カサゴ釣りました。ちょっと20弱なんですけど、やっぱり2本飲んじゃったってことで、これはちょっと僕持って帰って、なんか料理に使おうと思います。マダイです。マダイです。小さいけどマダイです。すごいいるんすね。いますね。小さいけど大っすね。で、このがリリースです。はい、大きくなれよと。大きくなれよと。あ、すごい。船でやってるやつに釣られろと。金かけてるやつに釣られろと。金かけてるやつに釣られてください。タイラバとか高いですからね。一回俺やったけど内容して終わりましたから。タイラバは結構五目釣りになりましたね。ベラじゃなかった。あ、え、なんでこんなことしてベラでっか。違う、笹のハベラです。笹のハベラだ、珍しい。ここで釣れるの。うん、クーラーでは結構釣れましたけど。あ、取ったでしょ。みかんさんがめっちゃ今日頑張って釣ってくれてるんですよ。ちなみに僕はこんな感じです。熱中症です。3時間ぐらいやって、そうです、30匹ぐらい。まあちょっとチョークはあれだけど、いろいろ、まあ、3時間ぐらい釣りしたけど結構釣れましたね。めっちゃ深いってみかんさんがめっちゃ釣ってくれた。半年前にやりましょうって言ってから、ほとんどみかんさんが釣りました。俺5匹ぐらいしか釣ってないです。ごめんなさい、俺ちょっと5匹ぐらいしか釣れなかったんですけど、はい、ほとんどみかんさんが釣ってくれました。いや、みかんさん、もう着替えちゃった、着替えちゃった。黄色じゃないです、黄色じゃない、黄色じゃないです。いつもはちょっと紺色の、紺色ですね。お似合いですね。今日はお疲れ様でした。みかん、今日どうもありがとうございました。今回はね、第1章なんでね。はい、第2章、第3章。あ、ぜひまたよろしくお願いします。なんか魚もいっぱいほとんど釣ってもらっちゃって、この後の動画の方が楽しみ。調理動画どうなる。はい、じゃあ料理動画楽しみにしてください。お疲れ様でした。はい、どうもありがとうございます。またよろしくお願いします。よしよしよし。雨がポツポツ降ってきました。